はい、和正です。今回の動画は久しぶりに晴れたので屋外飼育場からお届けしたいと思います。今回の動画の内容なんですけども、これからねもう寒波が来る予報はなさそうなので、3月以降ですね、メダカたちが起きてきたらというか、もう起きてますけど、春からねメダカ釣を本格的に始動するにあたって、やりたいことをねちょっと今年はねやりたいことありますので、それについてねお話をしていこうと思います。やりたいことというかね、自分がねやりたいことなんですけども、昨年はねほんとメダカの飼育に失敗をして、全然ねメダカがいないという状態になってしまっています。昨年出張が多くてメダカたちが落ちていたと、かなりねハリコ稚魚が落ちていたということでね、ルイダイがほぼほぼできていないんですよね。そして今残ってるね親たちも、相方がねいないところとか、ここはいますけど、ここはハクヒメかな。ハクヒメはね残しつつ、流氷胞子もねどこだったかな、ここが子供なんですけども、この中から選ぶのかなといった感じですね。選別も兼ねて、春ですね、だいぶね絞らないといけない、絞るような感じになってくると思います。親としてね、この乙姫もね全然うまくいってないですね。ここは食分、ここかな乙姫。もう色がね親があんまり良くなかったのかなとちょっと反省してますので、乙姫はねちょっともうミックスかなと思いながらやってます。オロチはね残す予定ですけど、こんな感じでねいろいろ、今後のねメダカの種類をねどうしていくかとかも、少し考えながらメダカたちのね様子を見ていってます。ここはサリ、サリはね親も綺麗だったんで、このままね継続していくところになります。細いなあ。なんとかね越冬はしてないですけど、冬をね越えたと、いった感じですね。この時期にしてはラメがしっかりしてますね。だいたいこの時期水温が低い時はねラメが落ちるんですけども、めちゃめちゃここの子細い割にラメが乗ってる。こんな感じでサリはね、数少ないですけども綺麗な子が多いと、親はねここいるかな、ここに親たちがいるんですけども、やはりねこの時期はラメが落ちますね。デンマルフォもね確か厳しかったと思うんですよね。見直しが必要ですね。5匹は室内にいますけど、この子たち、ちょっとね春先に横身を見たいと思います。ここはブルームーンはねちょっと厳しかったな。お試しというかね、どんな子が生まれるかなと思ったんですけども、子供はここか、子供はいるかな、見えるかな、ちょっと見当たらない、僕の方にいる。子供もねやはり良くなかったですね。なんかブルームーン、青いねラメではない感じ、こんな感じなんですよね。なのでブルームーンはねミックスで
行ってもらうような感じになるかなといった感じでね、いろいろ妄想してます。白子は室内でね、まあ、子供がいますので、まあ、でもこの子たちもね綺麗ですね。こんな感じで、まあ、どうしようかと、いう風な妄想をしながら、来年もう1ヶ月後ねどうしていくかと、いろいろ考えています。まあ、これからねちょっと品種を絞りながらも、親をね購入しようかなと、思っております。今ね考えているのは、まあ、流行りの品種もいいんですけども、そもそもの品種、昔からいるような品種がね結構好きなので、少しね前に購入、まあ、飼育をしていたね黒ラメミユキとか、そこら辺をね再度購入しようかなと、飼育していこうかなと考えています。まあ、サファイアがね流行りましたけどね、まあ、今もね人気な品種ですけども、普通のね黒ラメミユキ結構好きだったりするんですよね。なのでそういう感じで購入をねしていこうかなと、考えています。まあ、サファイアもね京ラメの親をね購入しようかなと、サバンナサンケットの、サファイアの京ラメとか、そういうのをね考えてたりします。ここはリンコ、リンコはね継続していく品種ですね。結構綺麗な子がいるので、この子たちで卵を取ると、ここは白子になってるね。白子は室内に持ってったかな、という感じで、もうね名前も一旦剥がしてるところ、違う、向こう側にあったりするのかな、剥がしてたりするので、春にねどうしていこうか、どう絞っていこうかなと、考えながらメダカのね様子を見ていっております。まあ、もうねだいぶ暖かい日が続くようなので、まあ、これからね皆さんもどうメダカをね増やしていくか、どの子にするのかというのを考えながらね、やっていくのもね楽しいかなと思います。まあ、やっとねメダカ2シーズン見えてきましたね。まあ、まだまだね最低気温は2度の日もあったりしますけど、もう今からね越冬モードに入る子もね少ないんじゃないかなと思います。ここは琥珀ラメだ、完全にラメが消えてる。厳しい細い、この時期はね本当ラメとかが消えてたりしますので、選別にはね本当向かないので、もう少しね水温が暖かくなってくればラメも徐々にねまた復活してきますので、ラメを見ながら選別をしていこうかなと思います。はい、というわけで今回の動画は、まあ、春に向けて、メダカツを妄想しながら、まあ、どの子をね売り出していくのか、親にするのかっていうのをね考えながら動画にしていっておりました。ここはワズミだ、ワズミはね結構綺麗な子がいるんですよね。まあ、皆さんもねこの時期メダカのね様子見ている方はね多いと思います。暖かくなればね、暖かければね餌をあげたりもしてますので、本当ね今年は越冬という感じはなかったですけども、まあ、これから春先のシーズンに向けていろいろね考えていくのも楽しいと思います。それではご視聴ありがとうございました。